さあ大時編公式チャンネルご覧の皆様こんにちは、木村です。ジュエマンです。さあ前回は鬼ヶ谷合宿編ということで、はい、今回は、はい、今回は通常時編ということで、はい、平山先生に、はい、前回の先生がもうしょうがない頼りなかったんですよ。あ、なんでですか？ウェディングはちょっとトラウマとかそんな話ばっかりで足りなかったね。先生、ですね。そうなんですよ、平山先生。はい、ちょ今回ビシッと通常時を、わかりました、任せてください。はい、もう機種改正すれば平山先生、私言われたことないですよね。本当ですか？そんなこと本当ですか？いや、もう皆さん口揃えて言いますよ。本当ですか？あんな何食ってキノコばっか食ってそうな女が機種改正がめちゃくちゃうめえって。いや、まあ下手ではないと思いますけど。何食ってんの？タバスコ好きです。タバスコの人こうなるんですか？なるほど。ではそのタバスコ大好き平山先生に、はい、早速説明して、はい、はい、頑張ります。1から説明していただいてよろしいですか？1から、はい。何が問題？3ぐらいからの方がいいですか？1は無理ですか？いや、1から言いましょう。はい、よろしいですか？ではお願いします。ではす本当にもう何もわからない状態です。はい、ではですね、まず、はい、今回通常時の最大の注目演出を紹介したいと思います。最大注目演出、はい、はい、まずは本気最強リーチ鬼がかったやり方 SP リーチに発生すると突入する鬼がかり予告ですね。鬼がかり予告、はい、まあ、見ればもうすぐ分かります。なるほど。そして最強カットイン演出の激アツジャッジ、はい、激アツジャッジ、はい、こちら2つは出現すると、はい、期待度 70% 以上になっております。なるほど、はい。そして最後に通常時に突如発生する可能性がある突鬼演出、突鬼演出、はい、こちらは発生すると大当たり濃厚になります。おお。この3つの演出は今作からの新規演出かつ大当たりに絡みやすい重要な演出になっております。先生、はい、あ、緑堀から今、はい、緑堀です。金のチャンス目557、7が真ん中に止まったので、そうですね、止まりました。はい、はい、じゃあちょっと打ち合わせましょうか。はい、はい、ちょっと注目ですね。で、ここから疑似連ですね。これが疑似連で、2回目。あ、なるほど。終わりにしましょう。あとはやっぱり色が赤とか金の演出が絡んでくれると、で、この今レムちゃんが横切ってるのが鬼がかり煽り予告、はい、煽り予告、ほう。この音といい映像といい、はい、発想のユゼロを打ってた方はもうたまんないですよ。いや、たまんないですね。上がりなさい、上がりなさい。これでギジさんですね。ギジさん、なるほど。赤、何かが起こりそうな感じですね。おお、テンパイが3、はい、3のリーチ良さそうな感じですね。これがスバル決心ムービーになります。発展ケーキの演出ですね。で、ここから絶望、はい、SP リーチエルザで、これ今、はい、煽ってるんですけど、はい、これ成功すると鬼がかり予告、赤カットインですか？で、ミリアちゃんの赤カットインから、はぁ、あ、はあ、ロゴが落ちてきました。これ鬼がかり予告です。これか、はい、これか。おお、見たまんま熱いのがすぐ分かる、はい、分かりますね、もう一目で分かりますね。はい、で、これ出たので鬼がかったやり方 SP リーチに、はい、さらに保留が鬼付きの赤保留、あ、鬼付きとそうでないのがあるんですか？はい、で、今これ何回かボタンの煽りがあるんですけど、はい、ここで激アツジャッジが出るとさらに大チャンスです。激アツ、あ、これですね。おー、震えてます。はー、いや、かっこいい、金キラ金でございます。はい、絶対に当てたい。これは外しちゃいけないですね。これは、これは、いや、そうだ。おお、なるほど、なるほど。ああ、ロゴから出てきた。
出てきた。かわいい膝枕。ああ、こんな仕掛けまであんだな。かわいいですね。かわいいエミリアタン。ありがとう。いやちょっと今全部乗せみたいないい演出でしたね。ああもうじゃあ乗せて乗せて乗せて、はい、当たるべくして当たったって感じですか。はい、これはサンズ柄なんで大丈夫でしょう。おお、だーだいい、まだね、いやーすげー、 はい以上が王道デトレの大当たりパターンとなります。了解です。次に当たれば鬼がかり3000ボーナス濃厚となるパターンもご紹介します。先生、おなんか来ましたよ。これです。白芸接近中。はい、これがまず止まってほしい。白芸、はい、チャレンジっていうのは、はい、これで出現すれば白芸小森役戦に。はぁ、あ、はぁ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 、いきます。あ、赤さん、はい、おー、来た、白芸襲来。はい、当たれば鬼がかり3000ボーナスなので、ラッシュが必ず手に入るんですね。はい、もうこれは本当に手に汗握るリーチになります。なんかあのパッソの白毛とすごく似てますね。そうですね、パッチスロー打ってる方に馴染んでもらえると思います。いけ、あれ、M、あ、クルシュがいいけどちょっと危ないですね。ちょっと危ないですね。ちょっと不安になっちゃう。あー、でも結構出しましたよ。はい、あー次下がり、下がり、おおっと、はい、これはあるんじゃない、あるんじゃない、先生自信満々になるな。ここでどんぐらい減るかな。あ、おお、3回攻撃のチャンスがあるんですけど、でもこれ2回で決まったんですよ。はい、あ、これでもう全部詰まる。なるほどなるほど。あ、うわあ、これ嬉しいやつだ。ボタンが出てきます。押し込みだ。おお、いきます。押し込みの方だね。ああ、いやいや、むちゃくちゃいいもん見れた。うわあ、で白芸を攻略したんで当たりだけじゃない、はい、ラッシュもってことですよね、はい、55% のラッシュを射止めたと。ああ、めちゃくちゃ嬉しいですね、ホールで当たったら。しかもパスを乗りゼロ打った人はたまんないでしょ、これたまんないですね先生、これ。あーあー、いやーあー、力だな。おほー、きた、完璧ですね、これ。はい、ということで簡単ではございましたが、以上通常時の注目パターンとなります。もちろんこの他にもたくさん演出があるんですよね。はい、もちろんです。まあそれは実際ホールで出てからのお楽しみといったところで、さあ、シャープ1のキーワードが出ました。はい、まあそれはそっちの方からご覧になっていただいて、はい、さあこちらのシャープ2、平山先生、はい、キーワードをお願いいたします。わかりました、シャープ2のキーワードは、はい、がかりです。がかり、がかり、生き物がかりとかそうですか。あ、かもしれないですね。あららら、さあシャープ2のキーワードはがかりということで、はい、シャープ1のキーワード、そシャープ2のキーワードがかり。さあそして次シャープ3もあるんですよね。シャープ3は、はい、夏美先生、平山先生、あともう一人豪華な先生がいらっしゃって、はい、で私も含めた4名でお届けするんですが、はい、こちらの公開が、はい、こちら1月5日の公開となります。そのシャープ3にも発表されるキーワード、この3つのキーワードをぜひともどしどしご応募ください。はい、3000分のクオカード、さらにはポスターなどいろいろ当たる、豪華プレゼントがあると、はい、ぜひとも3、1月5日ですね、ご覧になっていただければと思います。先生、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。またシャープさんでは一緒に頑張っていきたいと思います。はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。